久保さん、なんかね、動画が送られてきてなかったんですけど、久保さんのチャンネルにアップされてたんで、あの返しますあの。東大のその後の話ですよね。で、まあ、営業力の話したんですけども、実は営業力だけじゃダメな部分もあったりするんですよね。要は、わかりやすく言うと、めちゃめちゃその営業トークが上手い、話が上手かったとしても、もう、オンボロの服で、髪の毛ボサボサで、口臭も臭いし、なんだ。 まあ、体臭も臭いし、っていう人がの話聞くかっていうと、多分聞かないんですよ。そもそも。聞く耳も持たないというか。でも逆を言うと、まあ、ロレックス、バーンみたいなね。で、ポルシェからボーンて出てきて、スーツバシッと、バーンみたいな。もうなんかすごい人だな、みたいな。話聞いてみよう、みたいなね。<laughs> そう、だからあとセミナー会場とかもね、セミナー会場とかもすげえ豪華だと、わ、なんかすごいな、みたいな。なんかすごい話が聞けるんじゃないか、みたいなね。 うわみたいなでもそれがなんかそのオンボロの部屋だったら大丈夫かなみたいな <laughs> 人間って面白いですよね、うん、やっぱ第一次情報ですよね第一次情報でどれぐらいこの人っていうのはそのジャッジするのかっていうのはねあの心理というか、うん、でそれをその心理を巧みに利用するとまあすごいことになってしまうっていうすごいことができてしまうっていうで先月ですか あのこのフリッチクエストっていう200億円投資詐欺みたいなあのニュースが結構話題になったんですけどもこれも結局そのお金を集めるときに何やってたかっていうと豪華クルーズとかそのパーティーやってそのすごい派手にやってる感じですよねであすごいこの会社は儲かってんだみたいな感じで,で人集めてわーってやるみたいな感じですよねうん だここはね、なんか昔からずっと変わんないですよね。<laughs> これ本当ずっと変わんないなと思うんですよね、うん。だからここはまあ注意が必要かなと思いますね、うんで。僕は今どういうふうにやってるかっていうと、まあその、そういうの関係なく 影響力っていう、まあでも影響力もね、使ってるっちゃ使ってるんですよね。まあお客僕の場合は自分がどうのこうのというより、お客さんのエビデンスを使うようにしてますね。自分がオラーとかではなく、まあ僕もフェラリとかも乗ってないですし、なんだ、タワーマンとかにも住んでないんで、まあそういうのではなく、お客さんの声を権威として使ってますね。僕から習った人はどうなったのかみたいな。うん。 な何かしら権威がないと難しいかなと、まあ、自分がすごいぞっていう権威なのか、それとも、うん、僕を通してそのお客さんがこうなったよっていう権威ですよね。だからライザップとかもそうで、あのなんですかね、ライザップの先生教えてる先生がすごい人で、日本一有名な人でっていうピックアップじゃないんですよね。ライザップがやってるのっていうのはお客さんの声なんですね。うちのサービスを使って たお客さんがこうビフォーアフターしましたよっていうお客さんの声を権威として使ってるわけですよでその後あそんなに痩せるんだじゃあ誰が教えてるんだじゃあうちのプログラムはとかうちのトレーナーはみたいな話なんですよねだからまあ何を使うかによって、えー、その人の引きつけ方っていうのは変わりますけどもやっぱその権威はねめちゃめちゃ必要ですねうん 権威がないと、逆に言うと営業力いくらあっても営業を聞いていただけないと。うん。だからやっぱね、いまだにまあ時代はちょっと変わりましたけど、えー、履歴書にね、もう何も喋らなくても、何も喋らなくても、履歴書に東大卒業って書いてあったら、東大卒業かみたいになりますからね、多分。多分なるでしょうね。え、東大卒業してるんだこの子みたいな。どんな人だろうっていう、逆に興味を持ちますよね。 うん、だからまあ権威っていうのはすげえ大事ですね。っってらっしゃい